オレグ・プロタソフは、ウクライナドニプロ出身のソビエト連邦代表及び、ウクライナ代表の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。1980年代のソ連を代表するストライカーで、クラブでは、ソ連リーグ歴代8位の125ゴール、代表では、オレグ・ブロヒンに次ぐソ連代表歴代2位の29ゴールを上げた。 1988年の UEFA 欧州選手権では決勝に進出するが、フランク・ライカールとのマークにあい、仕事ができず、チームもレからにと敗れた。地元のドニエップルドニエプロペトロフスクでキャリアをスタートさせ、後にディナモ・キエフに移籍。この間、ソ連リーグ得点王3回、MVP1 回に輝き、2度の優勝を経験している。ギリシャでのプレーを経て、 1994年にガンバ大阪に加入3月19日の名古屋グランパスエイト戦で J リーグ初ゴールを決めた1995年6月28日の清水エスパルス戦でガンバの外国人選手としては初のハットトリックを決めたリーグ戦28試合で13ゴールを挙げたが同年限りで退団した引退後は監督に転身オリンピアコス ステアウアブカレストを経て2005年末から2008年始めまで FC ドニプロドニプロペトローシクの監督を務めていた。同年の途中から FC クバンクラスのダールの監督に就任し、クバンをプレミア昇格に導いた。2010年より FC ロストフ監督に就任。2014年10月、ルーマニア一部所属の FC アストラジュルジュ監督に就任。 ユース経歴プロ経歴、ありがとうございます。